今日は本当お忙しい中、館内 の郵便局長さんに生放送をいただきました。ルイメールでいろんな飲酒運転根絶を図るということです。ちなみに県内 で829名の方が飲酒運転で検挙されております。そのうち360名が逮捕されてです。嘉手納署管内、読谷嘉手納なんですけど、見てみると45名検挙されて25名すでにも逮捕されてるんですよ。ですから飲酒運転根絶を図らないとこれがどんどん広がっていくというような感じです。今回事業所とまた各家庭に配ってですね、そういう草の根的に協力というのは非常に大事なことかなと思いますので、今日は本当ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ご承知のようにですね、私たち郵便局は仕事の関係上多くのバイク、自動車を保有しております。そのためですね、日頃から交通ルールのですね、遵守を行いながらですね、交通事故防止については常に気を使っておりますが、特に悲惨な事故につながる飲酒運転についてはですね、勤務時間中はもちろんプライベートでも絶対に行うことがないようにですね、厳しく指導をしているところです。車内においては乗車前のアルコールチェックを行い、配達用車両にはですね、飲酒運転根絶キャンペーンのステッカーを貼り、飲酒運転の根絶に努めてまいりました。今回飲酒運転根絶に向けてですね、地域の皆様とともに何かできる施策がないかということで試案しているところですね、実は嘉手納地区交通安全協会様並びに嘉手納警察署のご協力をいただきながらですね、焼酎無廃棄を活用した飲酒運転根絶キャンペーンをですね、実施するに至りました。今年で3回目の取り組みではございますが、今回はですね、43ですよね、事業所様からですね、ご賛同をいただくことができました。大変ご協力感謝申し上げます。今回ですね、ご提供いただきましたハガキを活用してですね、広く飲酒運転根絶を、周知をさせていただきたいと思っているところです。今回の施策によりですね、飲酒運転による悲惨な事故の防止にですね、つながることを記念するとともに、私たち郵便局社員一人一人もですね、飲酒運転根絶に向け今後とも広く呼びかけてまいりたいと思いますので、よろしく、申し上げですね、挨拶に返していただきます。大変ありがとうございます。